サマーソニックのステージに立つナンバーアンダーラインアイは、その日、どのアーティストよりも早い時間に登場した。しかし、それにもかかわらず、会場はすでにほぼ満席で、多くの観客が彼らの登場を待ちわびていた。サマーソニック2024数々の音楽ファンが待ち望んでいたこのイベントは、例年にも増して熱狂的な盛り上がりを見せた。しかし、その中でも特に注目を集めたのが、 初出場ながらも見事にステージを支配したナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスだ。多くの観客がこのグループの力強い演奏と独自のスタイルに驚き、会場は一体となって彼らの音楽に酔いしれた。この日のサマーソニックは、ナンバーアンダーラインアイにとっても、そして観客にとっても、忘れられない一日となった。8月17日の東京会場、そして翌18日の大阪会場での彼らの登場は、 まさにフェスティバルの幕開けにふさわしいものであった。私自身もその場に立ち会い、彼らのパフォーマンスを目の当たりにした。彼らのステージに立つ姿は堂々としていて、初出場とは思えないほどの自信に満ちていた。それは、ナンバー・アンダーライン・アイが持つ音楽の力と、彼らが築き上げてきたものすべての集大成であった。サマーソニックのステージに立つナンバー・アンダーライン・アイは、その日、 どのアーティストよりも早い時間に登場し,たしかし、それにもかかわらず、会場はすでにほぼ満席で、多くの観客が彼らの登場を待ちわびていた。この事実だけでも、彼らの人気がいかに急速に広がっているかを物語っている。そして、実際にステージが始まると、その期待を裏切らないパフォーマンスが繰り広げられた。彼らの音楽は、ただ聴くだけでなく、見るものすべてを引き込み、 感動させる力を持っていた特に新曲「稲妻」が披露されたとき、会場全体が一つになり、そのエネルギーが頂点に達した瞬間だった。この曲は、まさにこのフェスティバルのハイライトとして記憶に残るものであった。私が感じたことの一つは、彼らのパフォーマンスがただの音楽イベント以上のものであったということだ。彼らの音楽は、人々の心に響き、 その場にいるすべての人々を一つにする力を持っていた。彼らの音楽が放つメッセージは、聴く者に勇気と希望を与え、その場の空気を一変させた。また、彼らのステージ上での姿勢やパフォーマンスからは、彼らがこの瞬間のためにどれだけの努力を重ねてきたかが伝わってきた。それは、彼らがこれまでに経験してきたすべてのものが、この一瞬に凝縮されていたかのようであった。さらに、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーそれぞれが持つ個性も、彼らのパフォーマンスを一層魅力的なものにしていた。リーダーの堂々とした姿勢、メンバー間の強い絆、そして何よりも彼らの音楽に対する情熱が、ステージを通じて観客に伝わってきた。それは、単なるパフォーマンスではなく、彼ら自身の物語を紡いでいるかのようであった。彼らの音楽には、彼らがこれまでに経験してきた喜びや苦しみ、 そして未来へのため、彼らの音楽を聴くことで、私たちもまた彼らの旅路を共に歩んでいるような気持ちになった。また、観客の反応も非常に興味深かった。彼らのパフォーマンスが進むにつれて、会場の熱気はますます高まり、観客は彼らの音楽に夢中になっていった。特に、海外からの観客も多く見受けられ、彼らが、 ナンバーアンダーラインアイの音楽に合わせて踊ったり、歓声を上げたりする姿が印象的だった。彼らの音楽が国境を越えて、多くの人々に受け入れられていることを実感した瞬間であった。私自身、このパフォーマンスを目の当たりにしながら、いくつかのことを考えさせられた。それは、音楽が持つ力と、その力が人々を一つにする可能性についてである。音楽は、言葉を越えて、 心に直接訴えかけるる力を持っているそして、その力が発揮される瞬間に立ち会うことができたことは、私にとって非常に貴重な経験であった。また、ナンバー・アンダーライン愛のように、自分たちの音楽に真摯に向き合い、その力を最大限に発揮しようとする姿勢は、私たちにとっても多くの学びを与えてくれた。彼らのパフォーマンスが終わった後、私は彼らのこれからの活動についても非常に期待を抱いた。 彼らはまだ若く、その可能性は無限大である。これからも彼らがどのように成長し、どのような音楽を生み出していくのか、非常に楽しみである。そして、その成長を見守りながら、彼らの音楽がこれからも多くの人々に感動を与え続けることを願っている。彼らの音楽を通じて、私たちは自分自身を見つめ直し、そして新たな視点を得ることができる。それは、 彼らが私たちに提供してくれた一つの贈り物であり、私たちはそれを大切に受け取るべきである。彼らの音楽がこれからも多くの人々に届き、そしてその音楽が持つ力が、私たちの心を豊かにしてくれることを願ってやまない。ナンバー・アンダーラインアイのパフォーマンスは、単なる音楽イベントではなく、彼らの成長と可能性を示すものであった。そして、その成長を見守ることができた私たち観客は、 彼らの音楽を通じて、新たな視点を得ることができた。それは、私たちにとって非常に貴重な経験であり、これからも彼らの音楽が私たちの生活にどのような影響を与えるのか、非常に楽しみである。彼らの音楽は、これからも多くの人々に感動を与え続けるだろう。そして、その音楽が持つ力が、私たちの心を豊かにしてくれることを願ってやまない。 彼らの音楽がこれからも私たちに感動を与え続けることを期待しつつ、私は彼らの次のステージを楽しみにしている。そして、そのステージがどのようなものになるのか、非常に興味深く、期待を抱いている。音楽は、私たちの生活において非常に重要な役割を果たしている。それは、私たちに感動を与え、時には私たちの心を癒してくれる。そして、 その音楽が私たちの心に響く瞬間、私たちはその音楽を通じて、他者とつながることができる。それは、私たちが音楽を愛し、音楽を楽しむ理由である。そして、ナンバー・アンダーライン・アイの音楽は、その理由を見事に体現していた。楽が持つ力が、私たちの心を豊かにしてくれることを強く願う。私がサマーソニックで体験した、ナンバー・アンダーライン・アイのパフォーマンスは、 ただの音楽イベントではなく、彼らが音楽を通じて伝えたいメッセージを心の奥底まで届ける瞬間であった。それは、言葉を超えたコミュニケーションであり、音楽の持つ普遍的な力を再確認する機会でもあった。彼らのステージから伝わってきたのは、音楽に対する真摯な姿勢と、観客一人一人に届けたいという強い思いだった。彼らが奏でる音楽には、彼ら自身の経験や感情が色濃く反映されており、 それが多くの共感が観客との一体感を生み出し会場全体が一つの巨大なエネルギーの塊となっていく様子はまさに圧巻であった。また彼らの音楽には希望や未来への期待が詰まっていることも感じた。彼らが歌う歌詞やメロディーには困難に立ち向かいながらも前進し続ける姿勢が現れておりそれが聴く者に勇気を与える。 私たちは日々、様々な困難や挑戦に直面しているが、彼らの音楽は、そのような時に私たちを支えてくれる存在となり得るだろう。彼らの音楽を聴くことで、私たちは新たな力を得て、再び立ち上がることができるのだ。私は、このような強力なメッセージを持つ、ナンバーアンダーライン愛の音楽が、これからどのように進化していくのか、非常に楽しみである。 彼らの音楽がさらに多くの人々に届き、そのメッセージが世界中に広がっていくことを願っている。また、彼らがこれからも自分たちのスタイルを貫きつつ、新たな挑戦を続けていく姿勢を持ち続けることを信じている。彼らの音楽が持つ力が、これからも多くの人々の心を動かし続けることを期待してやまない。ナンバーアンダーラインアイの成功は、彼らがこれまでに積み上げてきた努力の結果であることは間違いない。 しかし、その成功の裏には、彼らが音楽を通じて伝えたいという強い思いがある。それは、単なる商業的な成功を超えたものであり、彼らが音楽に対して真剣に向き合ってきた結果である。彼らの音楽がこれほど多くの人々に愛される理由は、その真摯な姿勢と、音楽に対する純粋な情熱にあるのだろう。彼らの音楽を聴くことで、私たちは自分自身を見つめ直すことができる。 そして、その音楽が私たちに新たな視点を与えてくれることを、私は心から信じている。音楽は、私たちの生活において非常に重要な役割を果たしており、ナンバーアンダーライン愛の音楽もまた、その役割を見事に果たしている。彼らの音楽がこれからも多くの人々に届き、その音楽が持つ力が世界中に広がっていくことを、私は強く願っている。最後に、 私は彼らの次のステージがどのようなものになるのか、非常に興味を持っている。彼らがこれからどのような音楽を生み出し、どのように進化していくのか、非常に楽しみである。そして、彼らの成長を見守りながら、彼らの音楽がこれからも多くの人々に感動を与え続けることを、私は心から願っている。彼らの音楽が持つ力が、これからも私たちの心を豊かにし続けることを信じている。 そして、その音楽が私たちに新たな希望と勇気を与えてくれることを期待している。ナンバー・アンダーラインアイの未来は、非常に明るいものであることは間違いない。彼らの音楽がこれからも多くの人々に届き、その音楽が世界中で愛され続けることを、私は心から願っている。そして、その音楽が私たちにとっての希望となり、私たちが直面する困難や挑戦に立ち向かう力を与えてくれることを信じている。 彼らの音楽がこれからも私たちにとって重要な存在であり続けることを願って、私は彼らの次のステージを心待ちにしている。彼らの音楽が、これからも多くの人々に届き、その音楽が持つ力が私たちの心を動かし続けることを強く願っている。そして、その音楽が私たちに新たな希望を与え、私たちが直面する困難に立ち向かう力を与えてくれることを信じている。音楽の持つ力を信じ、 ナンバーアンダーライン・アイのこれからの活動に期待しながら、私は彼らの成長を見守っていきたいと思う。最後に、彼らのパフォーマンスを振り返りながら、私はふと思ったことがある。それは、音楽とは何か、そして音楽が私たちにとってどのような意味を持つのかということである。音楽は、私たちの生活に彩りを与え、時には私たちの心を癒してくれる。私たちは、 音楽を通じて感情を表現し、他者とつながることができる。それは言葉では表現しきれないほどの力を持っている。そして、ナンバーアンダーライン愛の音楽はその力を見事に体現していた。